はい、おはようということで、体重を測っていきたいと思います。昨日は 75.5、 今日はさあ 74.6。 めちゃくちゃいい感じ。このまんま朝の有酸素いこうか。600キロカロリー。質感っていうかお腹周りが変わってきた感じがする。朝カフェインカルニチンコエンザイム飲んで有酸素いきたいと思います。はい、達成しました。今日の天気は、めちゃくちゃ晴れ、雲一つ、雲あったわ。ただいまということで、600キロカロリー消費してきました。喉も渇いたし、早くご飯食べたいと思います。朝食ですね、塩麹。やっぱ塩麹めっちゃいい匂いすんな。朝ね、米140と、レバニラとお味噌汁。いただきまーす。はい、動画を2本速攻で作りたいと思います。はい、ご飯 140g、 あとレバーと鶏とお味噌汁、あと卵も食べます。食後にマルチビタミンとビタミン D3。 先日ですね、ナースケさんの8月20日に、開催されるシェイプフィットネスフェスティバル、エントリー開始とほぼ同時にやったんですけど、メールがね、その後3日以内に来るということで待っていたんですけど、来なかったです。出られなかった、エントリーができなかったということになると思います。なので、まあ他の大会ちょっと探して、まあ、何かあればね、それに出たいなと思っています。はい、動画の方終わりました。もう一本編集したいと思うんですけど、かなりね、動画の見やすくしたつもりでタイトルの配置とかを変えました。はい、ということで編集アップロードの方が完了しました。はい、今日ね、やっぱり落ちてたんで、これでね、お米の量さらに下げたんで、明日さらに痩せられてればいいかなと思います。でも本当ね、体はね、良くなってきたんですよ。頑張れば頑張るほど体に出るっていうのはこのボディメイクの良さですよね。はい、おはようということで、早速体重を測っていきたいと思います。はい、昨日は 74.6、 今日ははい、変わらないですね。 74.6 のままです。ローカーボ3日目なんで、さらに昨日よりも米の量を落として、で明日ハイカーボにしたいと思います。はい、朝ご飯 100g、すき焼き風なんで卵と鶏胸肉。NSCACPT の資格を取ろうと思っていて、今回この模擬問題集を初めてちょっとやってみたいと思います。自分にどれほどの知識があるのかっていうのをね、ちょっと試してみたいと思います。ラットプルダウンを指導する際、パーソナルトレーナーはどの解剖学的位置にバーを引くようにクライアントに指導するべきか。まあどう考えても胸の上部ですよね。はい、正解ですね。まあこれはね、もうめちゃくちゃ簡単。ベントオーバーローの主導筋はどれか。広背筋、僧帽筋上部、脊柱起立筋。これはね、広背か脊柱起立筋かっていうところで、脊柱起立筋な気がします。あ、でも広背か。いや、起立じゃねえわ。広背筋です。ごめんなさい。これは A の広背筋。A の、広背筋、合ってましたね。わからないワードの問題が多いんで、そこら辺はちょっと答えられないんですけど、言葉がわかる問題はいけるかなっていうところで、この問題集をやっていきたいと思います。はい、お昼ね、鶏胸肉と、これ、卵ね。明日のね、ハイカーボで食べるご飯を買いに行きたいと思います。鶏胸と桃の方を買ってきました。明日のね、ハイカーボでこの桃肉を皮外して食べたいと思います。はい、夜、ご飯 100g と、鶏胸肉で、あと、まあ、サラダね。 100g だとやっぱね、ジムに行く気が起きない。米いっぱい食べた日にたくさんトレーニングしようと思って、で今ね、ちょっと中3日ローカーボやったんで、もうハイカーボ入れちゃおうかなと思います。で明日ね、エニタイムの中で一番有料店舗と言われている目黒店にちょっと行ってみたいなと思います。でプラスアルファで、この間ね、撮影してた兄貴のね、結婚式ムービーのね、撮影もあるんで、
それも兼ねてやっていきたいと思います。はい、おはようということで、本日ね、体重測って、でハイカーボデーにしたいと思います。はい、昨日はね 74.6、 今日は、74.5、 まあいい感じではありますね。若干ね、この真ん中の線がね、なんかなんとなく見えるようになってきた。この肉たちをさばいていきたいと思います。はい、朝ね、ご飯爆盛りとお味噌汁、あと鶏肉ね、キムチ、それではね、ハイカーボで、いやもう本当にこの日の朝最高だね。3日目とかはもう唇がパサパサなんですよ。じゃあいただきます。うまっ。ガーリック醤油味が一番ね、ご飯が進む。うまっ。完食しました。血糖値爆上がり中。さあ今ね、目黒に到着したんですけど、今エニタイムに向かってます。どこにあるんだ。マジでさ、入り口が全然わかんないんだよね。どこだ、どこにある。ありましたね、ここの3階だ。めちゃくちゃ分かりづらかった。Frustrating when I always put the hours in, but ain't nobody wanna recognize independence. It threatens their continent, so I chase that bag. Trophies are dope, but I'd rather have cash sitting in the bank 'cause I paid my tax. Living my life my way, my path I go. Move fast, anyone who ain't hitting full gas. Who that? Choose that hard work that wins. True facts. I'ma go big, grind hard, throw a few jazz. Big hook next to the dome, knock her straight back down to the floor. Anyone in my way smacked. I don't take bad thoughts, no, I remove that. My team got good minds, I can prove that. I got these dreams that I've been chasing. I've got some things I've been upgrading. No one can stop me from this craving. Chasing. I've got these dreams that I've been chasing. I've got some things I've been upgrading. No one can stop me from this craving. You'll see me at the top one day. Yo, when it ain't toxic, shut your mouth and pick a different topic. Taking off like a rocket, got that energy, you can call me Socket. Doing that bossish, all I do is focus on increasing that profit. Yeah, I'm on like a faucet, ready to make another deposit. Never been complacent since I was 8, I steady stay chasing. Always winning adjacent, side by side, grind hard in the basement. Ain't no replacement, only one me, yes, to the free agent. 'Cause I go with his payments, otherwise I don't really have any patience. はい、こんにちは。
やめろやめろおい。はい、ということでここはどこでしょうか。毎度おなじみのスシローです。スシローで、まあ、たくさん食べていきたいと思います。一皿目はカニですね。カニいただきます。マグロ来ました。はい、マグロを中心にね、脂質の少ないものを食べました。